誘拐された少年を誰も助けようとはしない家族、絶望を経験した彼を待っていた運命とは。1973年7月10日、イタリア・ローマ。そんな、ジョンが誘拐？嘘でしょ？自宅へ届いた手紙に手を震わせていたその女性は、アビゲイル・ハリス。石油産業で財を成したゲティ家の一員、ジョン・ポール・ゲティの元妻でした。そして彼女が視線を落としているその手紙の内容は、次の通り。息子は預かった。返して欲しければ身代金1700万ドルを用意しろ。それは、アビゲイルの息子、ジョン・ポール・ゲティ3世が誘拐されたことを示す脅迫状。手紙にはジョンが書いたメモが添えられており、彼が危険な目に遭っているのは紛れもない事実に思えました。アビゲイルはすぐさま石油王である元夫の父に身代金を工面してもらえるように懇願すると、孫の身の危険を知った石油王ポールは当然のようにこう言ったんです。身代金が必要だって？わしは一銭も出さんぞ。身代金は一銭も出さんと突っぱねられた誘拐被害者の処分、身内の誰からも見捨てられた彼の運命とは。事態を動かしたのは捨て身の覚悟で助けを求めた少年の覚悟だったんです。おぞすけんちゃんです。にゃみやみかんです。というわけでやめようさん、イタリア行きてー。イタリアね、私も最近行きたいと思う、行ったことある、行ったことある、あるわよ。あるけど、行ったことのないとこいっぱいあるの。ベネチアは、ベネチアは、ベネチアは行ったことない。どうだった？ベネチアはすごい良かったわよ、景色がすごい綺麗で、ただ思ったよりなんか水が汚かった気がする、本日ご紹介するのはイタリア・ローマで起こった誘拐事件なんです。この事件の奇妙なところは、誘拐された少年の家族が誰も助けようとしなかった点なんです。なんで助けようとしないの？身代金があまりにも膨大な額だったとかってこと？まあ、実はね、違うんですよ。なんでかというと、この誘拐された少年のね、家庭っていうのはもうかなり裕福な家で、その気になればね、莫大な身代金なんてのは払えたんです。じゃあなんでよ。今回助けなかった理由なんですけれども、少年のね、家族に対する接し方っていうのが大きく関係していたんです。無関心な家族。1973年7月10日、イタリア・ローマ。話せ！何なんだあんたら！午前3時、ファルネーゼ宮殿前の広場では、一人の少年が複数の男たちと揉み合いになっていました。少年の名は、ジョン・ポール・ゲティ3世。アメリカ、サウジアラビア、イラン、クウェートなどの国々で、石油産業を成功させ、関連会社を40社保有する億万長者、ジャン・ポール・ゲティの孫。イタリアどころか、世界中で名を知られた一家の一員でした。悲痛な訴えも虚しく、誰の目に留まることもないまま、男たちの車へ押し込まれてしまったジョン。悪いな坊主、恨むなら金持ちの親を恨むんだな。彼を連れ去った男たちの正体は身代金目的の誘拐を企むマフィア。ジョンは男たちの車に揺られ、ローマから約500キロ南に位置するカラブリアの町へ拉致されてしまうんです。マフィアっていう言葉はね、犯罪組織を表すものとして世界中で使われているんですけれど、もともとはイタリアのね、特定組織を指す言葉だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、マフィアについて。現在では世界中で犯罪組織の代名詞となっているこのマフィアという言葉は、もともとはイタリア・シチリア島発祥の犯罪組織を指すもの。大地主から借りた土地を農民にまた貸しし、暴力や脅迫などを用いた搾取を生業にしていた集団でした。ジョンを誘拐したマフィアはンドランゲタという組織、イタリア・カラブリア州を本拠地に、現在もイタリア最大勢力の犯罪組織として国内に約5200人の構成員を有しているんです。ジョンが誘拐された数日後、ジョンの母親アビゲイル・ハリスの元へ届いたマフィアからの脅迫状は次のようなものでした。息子は預かった。返して欲しければ身代金1700万ドルを用意しろ。現在の価値にすれば日本円で約100億円にもなる身代金を要求するその脅迫状。そして手紙には息子ジョンの直筆のメモも添えられていたんです。親愛なる母さん、僕は誘拐犯の手に落ちました。殺されないよう警察が介入しないようにしてください。ジョンが誘拐？その文面を読み進めながら怪訝そうに顔をしかめた母アビゲイル。この後彼女はその脅迫状を特に気にすることもなく数週間を過ごしたんです。なんでやねん。なんでそうなるの？本当に助けようとしてないじゃない。母親がね、助けようとしなかった原因は実はジョン自身にあったんです。ジョンの母親が動かなかったのは、日頃のジョンの次のような言動から。誘拐されたって嘘ついてポールおじいちゃんから金騙し取ろうかな。ジョンは紛れもなく石油王の孫でしたが、両親は9年前に離婚。母親に引き取られて以来、大富豪のゲティ家とは疎遠になっており、その暮らしも質素なものでした。そんな日々の中、ジョンは大富豪の祖父からお金を騙し取るという冗談を口癖のように繰り返していたんです。そのため彼の周囲の人間は誰一人としてこの脅迫状が本物だとは思いませんでした。おまけにジョンは夜な
夜なナイトクラブに入り浸り、自由気ままに遊び歩いていた少年。遠くカラブリアの街へ連れ去られたなどとは誰も思わず、数週間彼と連絡が取れなくても気に留める者はいなかったんです。いやもうこれ狼少年みたいになっちゃってるわよ。これもうジョン、マジでこのままだったら危ないんじゃないの？母親のアビゲイルはこの後ようやくジョンが誘拐されたことを信じるんです。でも彼女が信じたからといってヤバい状況に変わりはないんです。最初の脅迫状が送られてから数週間後、母アビゲイルの元へ2通目の脅迫状が届きました。まさか誘拐は本当なんじゃ。数週間連絡もつかないままのジョンと再び送られてきた脅迫状、その状況をもって母アビゲイルはようやくジョンの誘拐を信じるんです。しかし犯人が要求している身代金は莫大すぎて、とても彼女の手に負えるものではありません。一瞬元夫のゲティジュニアのことが頭をよぎりますが、彼も頼りにはなりませんでした。なぜならゲティはアビゲイルと離婚して以来、違法薬物とパーティー三昧の日々を送り、今は薬物中毒の状態。まともに会話ができるとは思えなかったんです。困り果てた母アビゲイルは石油王の祖父ポールに相談を持ちかけることに。すると孫の危機を知ったポールははっきりとこう言いました。身代金、わしは一銭も出さんぞ。おじいさん億万長者なのに、なんで一銭も出さないなんて孫に対して言えんのよ。このね、ジャンポールゲティっていうのは億万長者ではあるんですけど、かなりのドケチだったんです。極端な契約。最初に説明したように、ジョンの祖父ポールはアメリカ、サウジアラビア、イラク、クウェートなどで石油産業を成功させた億万長者。ポールは1945年頃イギリスに大邸宅を建築しますが、彼の邸宅を訪れた客人はその家でのポールの振る舞いに思わず唖然としていました。どうぞこちらをご利用ください。そう言ってポールが客人を案内したのは邸宅内に設けられた電話ボックス。なんと祖父ポールは客が電話をかけたいと言い出した時の電話代がもったいないなどと言い出し、自宅に有料の電話ボックスを用意してしまったんです。この他にもホテルに宿泊した際にはバスルームを使って自分で洗濯をし、アイロン掛けまで自分でやってしまう徹底ぶり。億万長者だからといって1700万ドルもの身代金を簡単に出すような人物ではなかったんです。さらに祖父ポールが孫ジョンの身代金を出し渋った理由は、彼がケチだったこと以外にももう一つあったんです。実のところ祖父ポールは子供を作っては離婚を繰り返していたかなり破天荒な人物で、5人の息子たちは全員母親が違っていたほど。そしてポールは5人の息子たちにそれぞれ自分のようなビジネスマンとなることを期待していましたが、彼の思い通りにはいきませんでした。仕事一辺倒で家庭を顧みないポールの元で育った5人は薬物中毒や早死に、などなんと全員が報われない道をたどったんです。5人目の息子が亡くなった際にはポールは葬儀にさえ出席しないありさま。ほぼ一家離散に近いその状況において、孫のジョンのことなどポールの知ったことではありませんでした。いやこれほんとドケチだしさ、家庭状況めちゃくちゃこじれてて、簡単に身代金出せる状況じゃないわね。確かにそうなんです。でもね、この後ね、このドケチなポールですが身代金をね出さないわけにはいかない状況になったんです。このままではジョンの身が危ないんです。どうか身代金を工面してはいただけませんか。切実に懇願する母アビゲイル。彼女に向かい祖父ポールは呆れた様子でこう言いました。わしには全員で15人の孫がいるんだ。身代金など出したらどうだ。他の孫をさらおうとする模倣犯がいくらでも出てくるぞ。ポールはその後もたびたび送られてくる脅迫状に取り合おうとしない一方で、趣味の美術品の収集には惜しみなく散財。しびれを切らした母アビゲイルはマスコミを通じて彼を非難しますが、祖父ポールは頑なに身代金を出そうとはしませんでした。そんな祖父ポールにもついに身代金を出さないわけにはいかない事態が訪れるんです。ジョンが誘拐されてから5ヶ月後の1973年11月、ローマの日刊誌イル・メッサジェロに1通の小包が届きました。小包を受け取った記者は何気なくその中身を確認しますが、次の瞬間思わず青ざめるんです。なぜならその小包には切断されたジョンの耳が入っていたから。なんだこれは。耳何次第の話よマジで。何このまま放っておったら耳だけじゃ済まさないぞっていう、そういう脅迫ってこと？送られてきたね情報だけ見るとそうとも取れるんですけど、でも実はねこれただのマフィアの脅迫とはまた違ったんです。最後の手段。ジョンが誘拐されてから5ヶ月後の1973年11月、カラブリアの町にあるマフィアのアジトはいつになく異様な空気に包まれていました。本当にいいのか、後悔しても知らないぞ。その手にナイフを持ちジョンに問いかけるマフィアの男。そうジョンはこの時自分の耳を切り落とすように頼んでいたんです。お願いだ、
俺の耳を切り取ってくれ。そうでもしないとあいつらは動かない。そもそも耳を切り落として送りつけるという案自体はマフィアの男たちが考えたものでした。しかし彼らは5ヶ月も家族に無視されているジョンに次第に同情。このままではジョンがあまりにも不憫だと耳を切り落とす計画も先送りにしていたんです。一方でマフィアのその計画を知ったジョンは自ら耳を切り落としてくれと懇願。彼はドケチの祖父ポールを動かすにはもうそれしか方法がないと考えたんです。さらにマフィアの男たちは身代金を当初の1700万ドルから320万ドルへと大幅に減額。切り落とした右耳と一緒にその胸を記した手紙を送りつけ、どうにか祖父ポールが応じるように働きかけたんです。誘拐犯の方が情に訴えかけられちゃってんじゃないのよ。誘拐犯が身代金負けてくれるなんて聞いたことないわよ。ここに来てね、祖父のポールはですね、とんでもないドケチっぷりをね発揮しちゃうんですよ。してんの？日刊紙にジョンの耳が送られてきたことを知ると、祖父のポールはようやく身代金の支払いに応じました。しかし彼が支払ったのは所得から控除できる220万ドルのみ。残りの身代金はジョンの父親に 4% の利子で貸し付けたんです。身代金が用意されると警察は受け渡し場所で観光客に扮して潜伏。犯人は特定され、9人の誘拐犯が逮捕されました。しかし結局ほとんどのメンバーが証拠不十分で釈放。最終的に有罪判決になったのは2人だけで、身代金も大半は戻ってきませんでした。そして身代金と引き換えに解放されたジョンはなぜか未だ帰らぬまま。一体彼はどこへ行ってしまったんでしょうか。1973年12月15日、ローマから370キロ南に位置するポテンツァの給油所に1台のトラックが止まった。ひどい雨だな。早く給油を終わらせて中に戻らないと。暴風雨の中、横殴りの雨が吹き込む給油所で急いで給油を済ませようとするトラックの運転手。そんな最中のこと。ん？おい、あんた大丈夫か？給油所の隅で座り込んでいたのは青白い顔をした少年。彼はすっかり憔悴しきった様子で運転手を見つめていた。すかさず少年に駆け寄った運転手。すると少年は確かにこう言った。僕は誘拐され解放された人間です。ローマにいる母に電話をしたい。そう、ジョンはあの後マフィアから解放されたものの、彼が放り出されたのはローマからは遠く離れた見知らぬ土地。給油所で途方に暮れていたジョンはトラック運転手に助けられ、この後無事家族の元へ帰ることができました。こうしてジョンの約半年にも及ぶ長い誘拐生活が幕を閉じることに。私もマフィアに拉致されて精神状態とか大丈夫なの？健康状態には問題はなかったんですけど、心にね深い傷を負っていたんです。半年間マフィアと行動する中で監禁場所を何度となく移動させられ、移動時は常に目隠しをされていたジョン。マフィアの連中はジョンの体こそ丁重に扱ったといいますが、どこに連れて行かれるのか、いつ解放されるのかわからないその生活は彼の心を大きく蝕みました。またジョンは値切りに値切った額とはいえ、身代金を用意してくれた祖父ポールにお礼の電話をしようとしました。するとポールはジョンとの電話を拒否したんです。一度身代金を出し渋った後ろめたさからだったのか、単にジョンに興味がなかったのか、祖父ポールのこの行動の真意は定かではありません。ただ電話を拒否された一件は誘拐事件のトラウマとともにジョンにとって深い心の傷となったんです。その後ジョンは幼馴染のドイツ人写真家と結婚。翌年には息子にも恵まれ、幸せな家庭を築いていくかに思われました。しかし結局ジョンは誘拐事件のトラウマから逃れられず、その後アルコールと違法薬物に依存した結果、肝不全と脳梗塞を併発、車椅子生活を余儀なくされる重度の障害を負ってしまうんです。さらには妻とも35歳の頃に離婚。その後闘病に励みますが、2011年2月5日イギリスで母アビゲールに見取られながら54年の生涯を終えるんです。ちなみにジョンの祖父のポールのドケチっぷりは遺産相続においても健在。ポールは1979年に亡くなっているんですが、遺産はほとんど彼の美術品を管理するゲティ財団に託されました。不満を持った一族は財団を訴えるなど泥沼の基礎合戦を長年続けることになったんです。一方ジョンの息子であるバルサザール・ゲティは1990年公開の映画ハエの王で俳優としてデビュー。現在も俳優として活躍する彼はとあるインタビューでこう語りました。僕にとってお金は幸せを呼ばない。石油産業で財を成すも、孫の誘拐事件で身代金を出し渋り、ドケチの烙印を押されることになったジャンポール・ゲティ。息子や孫たちとの絆が不確かだったその生涯が幸せだったか否かは、ひ孫であるバルサザールのその言葉に現れているのではないでしょうか。おっさんすけんちゃんです。やみみかんです。というわけでね、先日ね、秘密結社アルゴメトリーというねオンラインサロンを立ち上げて、まあ1ヶ月ぐらい経ったんですけど、
もうね、本当に多くの人がね、入ってきてくれて、もうすごいね、交流とかも生まれてるんですけど、うん、まだ入ったことない人からね、サロンって一体、なんかどんなことが行われてんのって、すごいね、うん、質問も来てたんで、うん、まあ、今日はね、そういうのをね、皆さんにね、お知らせできればなと思います。まあ、このね、秘密結社アルゴメトリーっていうのは、単なるファンクラブじゃないんですよ。うん、ファンクラブってこう、ね、僕らから一方的に何か情報を言って終わりなんですけど、まあ、サロンっていうところで、みんながね、視聴者さん同士は交流もできるし、もちろんね、僕らからのね、サロン限定のね、コンテンツだったり、うん、もう YouTube だと結構規制厳しかったりするんで、うんうん、本当にサロンでしか流せないようなね、動画っていうのをね、限定動画として公開してたりするんですよ。まあ、そういうね、交流とか限定コンテンツを通じて、世界の裏歴史を学んでね、教養を身につけていこうっていうね、コミュニティなんです。またですね、この秘密結社アルゴメトリーで上がったね、収益の一部っていうのは、犯罪被害者の方だったりとかね、恵まれない子供たちのためのこうチャリティっていうのに寄付させていただいております。まあ、一体ね、このサロンではどんなコンテンツが提供されてるのかっていうところで、まず一つはサロン限定動画っていうところです。代表的なね、今公開されてる動画で言うともう結構な数ね、1ヶ月経ったんで公開されてるんですけど、まずはね、オウム真理教の動画ですね。ここも結構 YouTube 規制厳しかったりするんですけど、あとは、エプスタイン島事件ってね、ジェミコさんわかりますか？エプスタイン島事件は、はい、あれでしょう、島に何か未成年の少女たちを連れ込んでみたいな、なんかあんまりここでは言えない話でしょう。そうです、そうです。まあ、エプスタイン島事件っていうのはですね、超大金持ちが自分の島にね、未成年の少女たちを連れ込んで、世界各国のね、セレブにね、性的奉仕をさせてたっていうので、かなり話題になった事件なんですけど、これもね、結構 YouTube の規制厳しいんで、まあ、今回ね、サロン限定動画とさせていただいてます。闇が深すぎてね。そうなんです。規制が入るんだよね。はい。あとはですね、テッド・バンディの動画とかもね、サロン内でリクエストがあったんで、まあ、こちらもね、限定動画としてね、上げさせていただいてます。そしてこのテッド・バンディの動画は、この動画の最後に一部公開するので、引き続きね、ぜひこの動画見ていただければと思います。あとはサロン限定でライブ配信もやってるわよね。そうですね。やっぱ YouTube との違いで言うと、コメント欄がね、YouTube よりはまだゆっくり流れるんで、まあ、めっちゃ距離近かったりしますね。あとやっぱり、なんていうのかな、YouTube のライブでは話せないことも、まあ、結果話しちゃってるわね。結構えげつない内容とかもね、言っちゃったりしてるんですけど、はい。ちょっとね、あんま言えないんですけど、はい。あとはですね、僕とヤミコさんとそれぞれですね、誰も見えないオンラインのね、Zoom とか Google Meet とかを使って、ワンオンワンをね、開催してたりするんで、まあ、人生相談でもいいし、ただ会話したかったっていうだけでもいいし、あとはその皆さん側は顔出さなくてもいいんで、割と結構これ好評でね、参加したいっていうのをね、方は結構多いっすよ。この前もインスタのストーリーで感想を上げてくれた子がいたんだけど、転職活動で悩み持ってる子だったの。なかなか行動に移せないみたいな。はいはい、ただ、ワンオンワンを通して話せたことで勇気が持てて行動を移せたって子がいた。はいはいはい。そんななんか好評な企画でもあるわよね。まあ僕らもね、曲がりなりにもね、大学卒業した後、結構難しい会社に入ったりとか、まあその後ね、独立したりっていうので、就職とか、まあ転職起業みたいなところでね、いろいろこう、アドバイスできるところはあるかなとは思いますね。あとはですね、YouTube での公開人生相談に参加する権利、相談する権利っていうのも、サロンの方だったらね、ありますので、これはね、たまにライブ配信でも後半でやってるんで、皆さんもね、知ってる方多いと思うんですけど、皆さんも、見れるところでこう、人生相談するんですけど、まあ、それはですね、まあ、メリットとしてアーカイブがもちろん残るんでってところと、あと僕ら以外でのアドバイスをね、皆さんコメントとかチャットとかで書いてくれるんで、結構こう参考になるんじゃないかなと思いますね。いや、私すごいなと思ったのが、ですごいまず優しいし、でも知恵もあるから的確なこと言ってたりってする時もあるじゃない。そうね、それがすごいなって思うよね。もうなんかあんま俺らいらねえんじゃない時もあるんですけど、まあ、結構ね、人生経験でね、言えばね、僕とかね、親が離婚してたりとか、もう家族もめちゃくちゃ荒れてたりとかね、大学の受験も失敗してさ、浪人ねしてたり、ケンちゃんなりになんか共感できる幅はあるわよね、そうだね、だからいろんなジャンルでね、相談に乗れるんじゃねえかなと、ね、偉そうだったら恐縮なんですけど、なので割となんか どんなジャンルでもね、相談してもらったりとか、まずはこれもね、人生相談でただ話したいよってだけでもいいですよ、もちろん、はい。なのでね、いろんな形でね、ご相談いただければと思います。あとはですね、太陽占星術に基づいて、毎日占いっていう企画もやってるんで、ヤミコさんがね、いろいろ毎日、何座が1位とかね、何座が12位とかね、全部投稿してくれるんで、結構毎朝楽しみにしてくれてる人多いですね。具体的に何をすればいいかまで書いてたりするからね。で、そうです。みんな毎朝、頑張りますって、なんかその習慣になってるのも見てて面白いわよね。そうですね。朝の習慣でね、いいかもしれないですね。あとは読み物としての学び直し世界知ってるのも
充実しててですね、うん、これもね割と偉人ベースで作って、うんうん、結構テキストベースなんですよ、あえて。でなんでこれをテキストベースにしてるかっていうと、やっぱりね YouTube 見てる方々ね、やっぱ動画が好きだと思うんですけど、今やっぱみんなテキスト読まなくなってきちゃってるんですよ、動画の時代なんで、うん、こういうところであえて習慣的にね字を読むっていうのはすごい大事かなっていう、うんうん、ただプラスただ読むだけじゃなくて学びになるのがいいじゃないですか、うん、ここまでのコンテンツを通してね思うのは、このサロンにいるだけで少し前の自分よりは教養ついたりとか、教養がついた結果ねいろんなことの視野が広がるっていう、これすごいいただくんで、うん、いいコンテンツが揃ってるかなと思います。あとはですね、ここからね開かれるのがですね、オンラインオフ会ですね。オンラインなんで東京に限らず、いろんなね、もう北海道からね沖縄までいろんな全部の地域の方がね参加できるオンラインオフ会っていうのをね、うん、開催しようかなっていうのも企画してます。あとは、まあ、僕とかやみこさんたまにね各地旅行行ったりするんで、その時にね地域ごとのねオフ会を開いてたら、うんうん、僕らが飛び入りで参加したりっていうのもできるんで、なのでね僕らにねオンラインでも対面でもね会いたいなとか、うん、会っていろいろ話したいなって方もねかなり向いてるかなと、うんうん、サロン内にはね、うんうん、地域ごとのグループがあって ね、そこで交流が行われてたりするわね、はい。まあ、あとはねここまでねオンラインでもオフラインでもねメンバー同士とか僕らとの交流もありつつ、サロン内でメンバー同士の投稿とかコメントとかもお互いにし合って OK なんですけど、ただね別に無理して交流もしなくて OK です、うん、ただ僕らが投稿する限定動画とライブ配信を見るだけで楽しむって方ももちろん大歓迎なんで、サロンに入ったからって言ってね、うん、無理して交流する必要全くないです。見る専の方も結構多いんで、うん、そこら辺はね自分の好みに合わせていければいいんじゃないかなと思います、うん、これ人によってさすごいいろんな関わり方ができるサロンよね、うん、そうですね、うん、そしてですね実際ねこのオンラインサロンに入ってよかったなっていう声もたくさんいただいてて、うん、ちょっと何個かご紹介できればっていうことで、うん、私はついこの前お試しで入ってみたんだけど、正直 X とか、まあ、Twitter かな、 Twitter より面白いです。質問とかもできるし、みんなの考えも分かりやすい。自分の住んでいる地域のメンバーも分かっちゃうんだよね、うんうん、仲間ができるかもって思わせてくれる、そんなサロン。私基本孤独系なのでこんな感じで周りと関われるのすごく楽しい。今も家の中が暗くて静かでつまらないけど、ここに来ると暇も解消される。最近は YouTube 見るよりこっち見てる方が時間的に長い気がする。相当来てくれてるね、はい、あともう一人はですね、もともと私の YouTube 人生はアルゴメトリーから始まったけれど、このチャンネルより上回るチャンネルはないなって思うくらいハマってます。めっちゃ嬉しいなこれこの度サロンができたのですぐに入りました。 YouTube の、リアタイとはまた違うメンバーとの絆を感じることができてとても幸せです。メンバーだから話せることもたくさんあると思う。今後が楽しみですっていうので、入る前とかって何してんだと思うんですけど、入った方々の声を聞くとかなり好評だったりするんで、みんながお互いにね交流したりありますし、さっき言ったようにコンテンツだけを楽しむっていうね、いろんな楽しみ方がねできるんじゃないかなっていう。ただその先にあるのは学びなんで、ただただ動画見てみんなと交流っていうだけではなく、これを通してね皆さんがね教養をつけて、ちょっと前の自分より賢くなって、まあ、旅行行った時にあこれなんかアルゴで見たなとか、うん、普段会話してて心理学のキーワードなんかアルゴで見たなとかね、そういう風になってほしいんですよね、うん、きっとこれってさ多分サロンのメンバーも投稿することによって嬉しいのよね、うん、なんか自分の知識をみんなに共有し、うん、できるし、しかもなんかみんなから逆にいろんな知識をもらえるって、これって一番楽しいことじゃない、うん、そうですね、うん、だから本当学びのコミュニティだと思っていただければいいかなと思いますね、まあ、というわけでね、この秘密結社アルゴメトリーに興味がある方は固定コメントか概要欄からねリンクがあるんで、そこから入っていただければと思います、うん、でね今ならね無料のね期間っていうのもあるんで、まあ、一旦なんかどんなもんか見に行こうかな、覗こうかなっていう人も、うん、そんなにね気張らずにね、うん、見ていただければ、ね、一回来てみてほしい。そうそう、で無料期間でやめちゃえばお金かかんなかったりするんで、うん、なのでちょっとお試しで見てみようかなとかねいうのでもいいんでね、ぜひぜひ見ていただければと思います。というわけでね、まあ、サロン限定動画のテッドバンディの動画を一部ご紹介させていただきます。女性100人を強姦殺害し胸や尻を噛みちぎった男、それでも女性ファンが殺到したシリアルキラーを知っていますか。1979年6月、アメリカフロリダ州マイアミ裁判所には250人もの記者が押し寄せていました。この日行われようとしていたのはフロリダ州立大学海洋メガ女子寮を襲った殺人犯の裁判。犯人は女子寮に忍び込み睡眠中の女子大生2人に性的暴行を加えた上で殺害。女子大生たちは頭蓋骨が砕けるほどに殴られ、胸や尻の肉が
が噛みちぎられるという見るも無残な遺体となって発見されたんです。犯人は同じ手口で100人近くを殺害したとも噂される前代未聞の連続殺人鬼。裁判は全国に向けて生中継される異例の事態となりました。しかし法廷に詰めかけた報道陣はそこに現れた男を前に誰もが狐につままれたような表情に。彼が本当にあんなひどい殺人をやったってのか。記者の視線の先には人当たりのいい笑みを浮かべる美青年が。知的で礼儀正しい彼の振る舞いは到底犯罪者には見えなかったんです。テレビ中継が終わるとこの恐怖の連続殺人犯には女性ファンが殺到。アメリカ中を翻弄したその男の名はそうテッド・バンディ。100人近い女性を強姦殺害しその遺体を散々にもてあそんだ男。魅力的な外見で人々を操り凄惨な殺人を繰り返していったテッド・バンディの思惑とは。犯行動機を最後まで語らなかったその男には一人の女性への秘めた思いがあったんです。おさすけんちゃんです。いやーにやみかんです。というわけでやみこさん、ひじきの時代です。ひじきの時代、季節じゃなくて、はい、ひじきの時代です。時代まで飲み込んじゃったの、はい、ひじきが、はい、どういうこと、なんでなんで。もうなんかね、全部うまくいくね、人生本当にひじき教信者。いや本当ね、なんかおすすめっす。本日ご紹介するのはアメリカで、いや世界で最も有名な殺人犯とも言われているあの男なんです。シリアルキラーの元祖とされる連続殺人犯テッド・バンディについてです。いやテッド・バンディって、うん、物知らない私でも聞いたことあるぐらい有名じゃないのよ、うん、そもそもこのテッド・バンディがなんで有名なのかっていうと、殺害方法とかその理由とか彼の見た目とか内面とかが我々のね想像をねもう遥かに超えてくるぐらいやべえやつだっていうことなんですよ。超やべえのね、はい、その中でも彼の凶暴性を象徴するのが大学女子寮の襲撃事件なんです。寮へ帰宅した女子大生はそこで身の毛もよだつ光景を目にする。女子寮の悪夢。1978年1月15日アメリカフロリダ州タラー市。ありがとう、また明日ね。午前3時、恋人とのデートを終えフロリダ州立大学カイオメガ女子寮へ帰宅したのは女子大生のニタニアリー。すっかり夜も更けたその時間、彼女は寮の庭を足早で横切り息を潜めるように裏口へと向かいました。その時後方から聞こえてきたのは正面玄関の扉が開く音。こんな時間に誰？怪訝な表情で後ろを振り向いたニアリー。すると寮の正面玄関からは棍棒をぶら下げた男が出てきたんです。何よあの男。物々しい男の姿に恐怖を覚えたニアリーは急いで寮の中へ入り、学生たちの部屋が並ぶ2階へ。そしてここでニアリーは男がこの女子寮に何をしに来ていたかを確信するんです。ニアリーが2階へたどり着くと同時にゆっくりと開いたある一室の扉。その部屋は彼女の友人カレン・チャンドラーの部屋でした。カレン、今外に男の人が。ニアリーはそう言いかけてすぐに言葉を失いました。なぜなら部屋から出てきた友人カレンは血まみれだったから。息も絶え絶えの状態でどうにか部屋から這い出してきた友人カレン。この夜カイオメガ女子寮では彼女を合わせ4人の女子大生が何者かの襲撃を受けていました。そのうちカレンともう1人は棍棒で頭蓋骨が砕けるほどに殴られ重傷。他の2人の女性は自室のベッドの上で亡くなっていたんです。2人の遺体は駆けつけた警察も思わず目を背けるほど悲惨な状態。全身の骨が砕かれ乱暴に食いちぎられた胸や尻の肉、棍棒を使って性的暴行を加えられ内臓もずたずたに損傷していました。気持ち悪すぎる、うん、これ被害者が亡くなった後も散々もてあそんでんじゃないのこれ、まあね、同じ人間がやることとは思えないですよね。女子寮にまるで化け物が襲撃したかのようなね爪痕を残したのはやっぱあの男だったんですよ。事件が発生する約半年前の1977年6月、コロラド州グレンウッドスプリングスの刑務所から一人の男が脱獄しました。女性の誘拐殺人未遂の罪で懲役15年の刑を受けていたその男の名はテッド・バンディ。警察は彼の余罪を確信し、この数年国立公園や山中から発見されていた女性の遺体について彼が犯人である証拠を探していました。そうやって捜査が進められる中で脱獄したバンディはその先でたどり着いたカイオメガ女子寮でも堂々と女性を惨殺したんです。このねテッド・バンディという男はねよく知らない人もいるかもしれません。というわけで本日のメタラーキーワード、テッド・バンディについて。
テッド・バンディとは1974年から78年にかけアメリカの7つの州で女性を狙った殺人を繰り返した連続殺人犯。立証された被害者は30人ですが、実際には100人以上殺害していると考えられているんです。テッド・バンディの犯行は殺害方法も極めて残虐非道。顔や体が原型をとどめないほどに殴ったり切り刻んだりした後、もう動かなくなった被害者に対し性的暴行を行うんです。異常な心理的欲求を持つ連続殺人犯を表したシリアルキラーという言葉はバンディを表すために考え出された言葉でした。テッド・バンディは教養ある殺人犯としても知られています。法律を学んでいた彼が自分で自分の弁護人を務めたのも有名な話。ただ実はバンディは本物の弁護士ほどの知識や経験を持っていたわけではありません。彼が自分の弁護を率先して行った理由は、大量の法律書を法廷に持ち込み陪審員にこいつはすごいぞと思わせるためのハッタリ。さらにもう一つ、自分で弁護を務める容疑者に裁判所の図書室を自由に使える特権が認められていたためとされています。実を言うとバンディが脱獄したのは今回で2度目。1度目の脱獄で彼は自分で自分の弁護を務める容疑者の特権を利用し裁判所2階の図書室から飛び降りて脱獄しているんです。しかしこの時は脱獄から1週間で再逮捕。そして2度目の脱獄では16キロもの減量を行い、独房の天井に小型のノコギリで穴を開けて脱獄。たとえ刑務所に収監されていてもバンディは油断も隙もない男だったんです。ちょっとこれ犯行内容がえげつないのもそうなんだけどさ、頭がいいのがめちゃくちゃ厄介なじゃない。まさに鬼に金棒的なね。しかも逃げ出すための脱獄するための努力も惜しまないわけでしょ。スケール隙がないやつじゃない。もうこんなやつ、テッド・バンディのね、やっぱ一番の特徴はその抜け目のなさなんですよね。まあ女子寮での犯行っていうのは強引なものではあったんですけれども、その他のね犯行に関してはかなり頭がね切れていたんです。謎の男テッド。1974年7月14日、ワシントン州キング郡サマミッシュ湖州立公園で湖を眺めながら夫を待っていたのはドリス・グレイリング。そんな折、退屈そうな彼女に話しかけてきた一人の男がいました。車からボートを下ろすのを手伝ってもらえませんか。白いテニスウェアを着たハンサムなその男の左腕はギブスで固定され、三角筋で吊るされた状態。困り顔で頭を下げる男のその様子にドリスも心よく頼みを聞き入れるんです。ええ、いいですよ。こうして男の車が止められている駐車場まで並んで歩き始めた二人。テッドと名乗ったその男は礼儀正しく知性的、軽い訛りがある話し方もどこか親近感が湧くもので会話にも花が咲きます。しかし駐車場に着いたところでドリスは男の振る舞いに違和感を覚えるんです。テッドは愛車のフォルクスワーゲンビートルに向かって歩みを進めますが、その車はどう見てもボートなど乗せられていません。実はボートは家にあるんだ、一緒に取りに行ってもらえないかな。ドリスはテッドのその言葉で全てを察しました。ごめんね、私夫と待ち合わせしてるからあまり遠くまでは行けない。そう言ってドリスが断ると爽やかな笑顔で礼を言い去っていったテッド。数十分後、夫と湖畔を歩いていたドリスは別の女性を連れて隣を通り過ぎていったテッドの姿に自分の勘は正しかったのだと悟るんです。うまくやるじゃない。ロングヘアでスタイルのいい美女を捕まえたテッドの後ろ姿をある種感心しながら見送っていたドリス。しかし事態は彼女が思うほど単純ではありませんでした。それはドリスがテッドと出会った翌日、彼女がニュースを見ていた時のこと。嘘でしょ。画面に映し出されていたのは昨日サマミシュ湖畔でテッドが連れて歩いていたロングヘアの女性。報道は彼女を含む2人の女性が誘拐事件に巻き込まれたことを告げていました。自分が被害者になっていたかもしれないその状況に背筋の凍る感覚を覚えたドリスは大急ぎで警察へ通報するんです。怪我してるふりして油断させて女の人を誘い出してたわけでしょ。これも自分が被害者になってたかって思うとさ、女の人めちゃくちゃゾッとしたでしょうね。さらにね、恐ろしいのはバンディがテッドって本名を名乗ってたことなんです。それにもかかわらず警察はね、彼のことを把握しきれていなかったんです。テッドは黒髪のハンサムな男、そして薄茶色のフォルクスワーゲンビートルに乗っていたわ。ドリスの通報により警察は誘拐犯テッドの似顔絵を作成、そして懸命の捜査を展開する中、警察はその男が自分たちの予想よりずっと恐ろしい犯罪者だと思い知らされるんです。それはサマミッシュ湖の誘拐事件から2ヶ月後の1974年9月のこと。この時期カリフォルニア州のヘイラーマウンテンでは狩猟が解禁。すると山へ足を運ぶ人々によってなんと10人もの女性の遺体が発見されたんです。遺体はどれも頭部が切り取られていたり、体中が切り刻まれていたりと直視できないほどに悲惨な状態。そしてその10人の遺体の中には確かに2ヶ月前サマミッシュ湖で失踪した女性2人の遺体が含まれていました。いや、殺害してね、人気のない山に放棄するみたいなのはよく聞く話だけど、10人もいるってなかなか聞かないわね。本当おっしゃる通りで、ただね、バンディがね山に遺体を運ぶのは実はね隠蔽のためだけではないんです。
ギブスや松葉杖を使って同情を誘ったり変装したりして女性を油断させた上で犯行に及んでいたバンディ。彼は愛車のフォルクスワーゲンビートルに女性を誘い込むと車内に隠したタイヤレバーで頭を殴り気絶させてから手錠で拘束、そして人目につかない山中で思う存分性的暴行を加えてから殺害してしまうんです。さらにバンディは女性を殺害した後も何度となく遺体を遺棄した山へ通います。バンディが何度も山へ向かう理由、それは遺体との性行為を楽しむため。それだけではないんです。バンディは被害者の死後その頭部を切り取って持ち帰ったり胸や尻の肉を剥ぎ取って食べたり自然に朽ち果てるまで繰り返し遺体をもてあそぶんです。またバンディが狙う女性は決まってロングヘアを真ん中で分けている白人女性、またはスタイルが良く清楚な雰囲気の女子大生。被害女性の見た目がみんな似ていたことも彼の犯行の機械さを際立てていました。ともあれテイラーマウンテンから10体もの遺体が発見されたことでバンディはようやく連続殺人犯として世間に認識されることに。大々的に公開された彼の似顔絵は大きな反響を呼び3500件もの情報提供が寄せられることに。そして3500件の情報提供の中には実はバンディが犯人ではないかという声もありました。しかしこの頃のバンディの表の顔は法律を学びながら政治活動を行う真面目で優秀な男、ボランティアにも熱心で前科一つない彼を警察は疑う理由がなかったんです。同僚から殺人犯の似顔絵にそっくりだとからかわれることもありましたが、バンディはそのために愛想よく受け流す余裕すら見せていたと言います。こうして世間が彼を見逃し続ける中、バンディはワシントン州だけではなくユタ州やコロラド州など7州に手を伸ばし犯行を繰り返していくんです。本当に同じ人間なのか疑うレベルでさ、キモすぎる。キモいっていう言葉でも足りないぐらいよこいつ、本当に同じ人間なのこれ。まあ、どうしたらねこんな異常な殺人犯がね生まれてしまうのかっていうのは理解不能なんですけど、実はね一人の女性との出会いが、きっかけだったとも言われてるんですけど、その女性と出会うまでのバンディっていうのはもう常にコンプレックスの塊のような男だったと言われてるんです。出生の秘密。1946年11月24日、テッド・バンディはバーモント州バーリントンで生を受けました。母ルイーズはデパートで働くまだ若い女性、そして父親は不明。そう、バンディは私生児だったんです。家族はバンディが私生児だったということを隠すため、周囲には祖父母を両親、そして母ルイーズを姉だと説明していました。そうやって家族でさえ隠そうとしたバンディの生い立ちは、後に彼の人生に暗い影を落とす原因の一つになります。そんな彼にとって最初の挫折は5歳の頃、母ルイーズが病院でコックをしていた男性と再婚したこと。ママ父と暮らすようになって以来、バンディは母ルイーズにたびたび次のように訴えるようになったんです。お願い、僕を養子に出して。バンディがその家にいるのを嫌がったのは、母ルイーズが再婚した男性が字がまともにも書けないほど無学だったため。金もなくみすぼらしいママ父の顔を見るたび、バンディは幼心にうんざりしていたんです。バンディは裕福な上流階級での暮らしを夢見ていました。そしてその願望はおそらく彼の中に行き着く支配欲の現れ。バンディは幼少期から落とし穴に少女を落としたり、水遊びをしている人を溺れさせようとしたり、人を怖がらせるいたずらをたびたび行っていました。時にはペットショップで買ってきた数匹のネズミの中から殺すネズミを決める神様ごっこのような遊びも。そうした側面を見るに、彼の上流階級への憧れは上に立って人々を虐げる存在となることへの欲求に思えるんです。ちなみにバンディのおばは彼が3歳だった頃の恐ろしいエピソードを語っています。昼寝から目覚めるとバンディが私の横でニヤニヤ笑ってたの。彼は私の布団に何本も包丁を並べていたわ。あまりの怖さに大声を上げたらバンディは大笑いしたのよ。ちょっと怖すぎ。もうお医者さんに見せた方がいいわよ早く。実際のところね、バンディのこの異常な振る舞いっていうのに対して彼が育ってきたね環境とかが、どれぐらい影響してるのかって程度は分かんないんですけど、多少はね影響してる可能性ってのはあるんじゃないかなと思います。このようにして他人への異常な支配欲を募らせながら高校生を迎えたバンディ。この頃になると彼は自分と周囲の人間とで決定的に異なる一つの事実に気がつくんです。どうしてこいつらは大勢で群れたがるんだ。友達なんて邪魔なだけさ。そう、バンディには他人に共感する能力が欠如していたんです。そんな理由からか彼は女性が好きだったにもかかわらず恋人と呼べるような相手は一切できませんでした。そして家族に対するコンプレックスも変わらず抱き続けたバンディ。私生児なんて知られたらバカにされるに決まってる。僕はなんであんなに低俗な両親のところに生まれたんだ。劣等感に苛まれたバンディはより一層人の上に立って支配できる理想の自分を渇望するようになっていきました。裕福な自分、賢い自分、気品があって魅力的で人気者な自分、想像の中の自分は欲しいものは何でもどんな絶世の美女でも手に入れることができました。そして彼が望んだ虚構の姿はこの後図らずも一人の女性によって実現するんです。同時にこの女性がバンディを殺人鬼に変えてしまうきっかけにも。